パッチの編集例マーケットの編集例オパンミューザックは、コンピュータ支援作曲を目的とし、黒をベースに開発された、ビジュアルプログラミング言語である。また、リスプによるプログラミングの開発環境として音楽に、限らず、多目的に使うことも可能である。1990年代より、アイルシムにおいて、ジェラール・ワサヤグ、カルロス・アゴン、ジャンブレッソンらによって開発が主導されてきた。 GNU GPLV3 のライセンスに準拠したオープンソースプロジェクトであり、アプリケーションはフリーソフトウェアとして配布されている。オパンミューザックにおけるプログラミングは、あらかじめ用意されたライブラリー、またはサードパーティーの開発したライブラリーにある各モジュールをつなげることによって行われる。その拡張性の高さと各種アプリケーションとの連動可能性において、 同じくアイルシムにおいて開発された MAX と多くの性質を共有しているが、MAX がデータフロープログラミングであるのに対してオパンミューザックは関数型プログラミングであるという点において異なる。つまり、ライブパフォーマンスやインスタレーションなどのリアルタイム系の処理に強い前者に、対し、後者は非リアルタイム系の処理、楽譜やオーディオ、ミディファイルなどの固定されたデータの抽出に適していると、 言える。オパンミューザックで入出力できる形式は、ミディ、ETF、ミューズグックスマル、ウェーブ、IFE など、多くの楽譜作成ソフトウェアや、ミュージックシーケンサーと連携するものから、特殊なものでは、スティーフなどがあり、ライブラリーの使用によっては、クスウンドや GNU リリパンドなどの形式での出力、連動も可能となる。 フレームワークにアイルシム、クンマット、MTG が開発したスティーフを MIDI オペレーティングシステム及びオーディオアーキテクチャには、クレイムが開発保守しているミジシャレ及びリボーディオストリム、ライブラリーを使用している。それらによって、微分音の記述と再生を可能にする MIDI ソントという、MIDI に準拠した企画が実現されている。オパンミューザックで書かれたコードは、 マックスやピュアデータと同じくパッチまたはアブストラクションと呼ばれる。またパッチにて演算出力されたオーディオやミリデータを時間上に配置し、さらに加工を行うシーケンサのような編集機能としてマケットがある。オパンミューザックは1990年代初頭にアイルシムにおいてマッキントッシュ用に開発されたコンピュータ支援作曲環境パッチワークを前進とし、 当時より不確定性の音楽、スペクトル学派、ミニマルミュージック、新しい複雑性、音楽理論、フラクタルアート、音楽情報検索、音響合成などの分野において実用されてきている。現在は MacOS 10版と Windows 版、そして Linux 版が存在する。パッチワークの基礎を開発したミカエル・ラーソンは、アイルシムからシベリウス音楽院に移籍後にパッチワークの光景と、 なる PWGL を独自開発しており、PWGL はオパンミューザックの競合ソフトウェアとなっている。パッチワーク時代からの利用者の中には、マグヌス・リンドベリのように PWGL に移った作曲家もいれば、ブライアン・ファーニャ法やトリスタン・ミュライユのようにオパンミューザックの設計に積極的に関わる作曲家もいる。2013年現在、ックス。 MSP のエクスターナルとして、オパンミューザックと非常によく似た CAC 用のオブジェクト集バッハが開発されており、サイクリング74社の MAX MSP 公式サイトからリンクが貼られている。アイルシムでも積極的に沿用されている。それぞれのオブジェクト名は、バッハ、スコアなどとバッハが付いた名前となっており、また、 バッハ、NTH やバッハ、リストなど、パンミューザックのファンクションでも多用される、基礎的なオブジェクト名はそのまま受け継がれている。バッハを MAX、MSP で用いる最大の利点は、リアルタイムでの MSP の制御に対応できることで、ある。スパーベップやモードリスといった、アイルシムで開発されたプログラムを OM から制御できるという利点は、 それらがスパーベップからやモードリスといったエクスターナルとしてマックスに対応したことにより、それらとバッハをマックス上で組み合わせての操作も可能となった。従来のオパンミューザックでもエクスターナルライブラリーによってこれらの操作は行え、また複雑かつ厳密な計算結果に基づいたオパンミューザック上のパッチの計算結果に基づいたシンセシスが可能だったが、 今後はこれらもマックス上での制御ができるようになる。逆に言えば、オパンミューザック上でのこれらスパーベップなどのエクスターナルを使うことによるバッハと比べての利点は、リアルタイムの処理時間を待つことなく、ノンリアルタイムで素早い計算結果と合成結果の生成ができることである。ありがとうございます。